だけどね、出場するだけじゃやっぱり勝ちに行かなくちゃいけないんだけども、挑戦も計画通りに進んだんですけど、だから今回はやっぱり自信あるな。17 of the best in the world have qualified for this competition, and we're going to see them right now. We're going to break it up into three groups, and then into our individual routines, and then, of course, the all-important call-out. So let's start things off with group one on the center line, please. Hidetada Yamagishi.
will see our gentlemen tonight on the main stage. まあ第1戦は本当に申し訳ないって感じ。俺としてはまあ良かったと思ったんだけど、まあしゃあないな。これもボディビルの自分でベストを尽くして、まあ、上がって、あとは審査員の、味方で、まあ、俺は朝も言ったように満足してる。今回の挑戦のコンディション、まあただそういう結果につながらなかったのは、まあ、これもしょうがないかな。正直言っていつ辞めてもいいなというのはあるんだけれども、まあ後でね、もしあと 2,3 年できたんじゃないかなと、そう思うとやっぱ悔しいので、たとえね、体がまあ往年のファンというか全盛期を知ってる人から見たら落ちちゃったなと思われても、やっぱりまだやっぱりボディビルというそのものは好きなんで、ね、だからそれをここまで やりたいなという気持ちは今日本の人とやっぱりこれだけつながれたっていうのは YouTube のおかげでしかないね。やっぱりものすごい力になる。こうやって YouTube を通してまた日本の応援してくれるみんなとつながれて、精神的には毎日楽しく、これはもう本当に新しい財、これの財産だし、今後次のも調整が、まあ、いつか分かんないけれども、あとそしたらまたさらにこれが力になる。